皆さん、こんにちは。今回深掘りしていくのは歌舞伎役者の中村梅雀さんです。この方を歌舞伎役者だと認識している人はどのくらいいるのでしょうか。2022年4月期に放送されたドラマ1Kのカラスで川添博士を演じた中村梅雀さん、連続ドラマ以外にも映画や舞台で活躍し、その印象の方が強いのではないでしょうか。そんなドラマや映画と忙しい中村梅雀さんに歌舞伎を辞めたのではないかという噂があります。数多くのテレビドラマに出演する中村梅雀さん、一般の俳優と認識されている方も多いのではないかと思われます。しかし中村梅雀という名前から想像つきますが、中村梅雀さんは歌舞伎界の名門に生まれた正真正銘の歌舞伎役者です。あまりにも映像作品に多く出演するので歌舞伎役者を廃業したと思われている方がいるようです。しかし中村梅雀さんは歌舞伎役者を辞めたわけではなく、ただ映像作品に積極的に出演しているだけなのだと言います。映像作品に出演する理由を、中村梅雀さんは映像が大好きで舞台はすぐに飽きちゃうと語っていました。舞台とは違って毎日違うセリフで勝負する映像の仕事が好きなのだとしています。中村梅雀さんはドラマ、映画、舞台だけでも忙しいと思いますが、実はもう一つ顔がありました。中村梅雀さんはベースギターの腕前がすごいというのです。中村梅雀さんはピアニストだった母親の影響で幼少期から音楽に触れて育ちました。自宅ではいつもクラシック音楽が流れていて、セリフよりも音楽が体に染み込んでいたと述べています。そんなクラシック少年だった中村梅雀さん、音の中でも低音が気になりベースを始めました。歌舞伎界なので三味線の手ほどきは受けていたそうで、最初は三味線でベース音を探ったそうです。しかし三味線ではどうしても低音が足りず、母親に頼み込んでベースギターを買ってもらったのだそうです。そして中学生の頃にはバンド活動を始め、現在もベーシストとして活躍しています。そんなとても多彩な顔を持つ中村梅雀さんのプロフィールを見てみましょう。中村梅雀さんは1955年12月12日生まれ、東京都武蔵野市の出身です。屋号は成駒屋です。中村梅雀さんの初舞台は9歳の時でした。演目は勧進帳の太刀持ち役でセリフなしの所作だけでした。しかし舞台上で正座から立った時に足がしびれこけてしまったトラウマがあるのだと言います。初日に続き2日目も転倒してしまったようで、かなり叱られた思い出があるそうです。こけた原因は木崩れ防止のため、付き人がかなりきつく縛ってきつけたからでした。その後は転倒せず舞台をこなせたそうですが、恥ずかしい初舞台の思い出になっているそうです。1965年から舞台で活躍していると、他にもいろんな失敗談がありそうです。子供の頃から祖父が創立した劇団前進座で歌舞伎演劇の世界を学び、2007年の退団後はフリーで活躍しています。中村梅雀さんの本名は三井真一さんで、初舞台の時は中村学でデビューしています。現在の中村梅雀を襲名したのは1980年の前進座創立50周年記念公演がきっかけでした。中村梅雀は2代目で、かつては曽祖父2代目中村伊藤右衛門さんが名乗っていました。5歳から芝居の稽古を始めた中村梅雀さんは、稽古が嫌でサボることも多かったそうです。しかし中学時代は歌舞伎から解放され、好きな音楽活動をされていたそうです。ところが高校へ進学してから歌舞伎に必要な習い事が始まりました。中村梅雀さんが通った学校は東京都立荻窪高等学校になります。高校生の頃から映画や大河に出演の一方、日本舞踊や長唄など様々な習い事もしていました。ひたすら嫌だったそうで、サボって母親に叱られることもあったといいます。高校を卒業後に進学したのは東邦学園短期大学で演劇専攻でした。ジャズベーシストになるか役者として生きていくのか進路に悩んだと述べています。悩んだ結果、卒業後は歌舞伎と俳優の道へ進みました。今も好きな音楽は続けられているので、
俳優業以外でも楽しみはあるようです。さて、中村梅雀さんの前妻との離婚理由が切ないと話題になっているようです。これまでひた隠しにされ、表立って出なかった衝撃の理由とは一体何なのでしょうか。一方で、現在は瀬川久子さんと再婚され、円満な家庭を築いているそうです。中村梅雀さんの元妻は一般女性とのことで、顔画像や名前など詳しい情報はありませんでした。元妻とは中村梅雀さんが30代の頃に出会い結婚しました。二人の間には娘さんが一人いるようで、娘さんの年齢も30代とのことです。しかし、中村梅雀さんと元妻の一般女性は1995年に離婚されています。この時、中村梅雀さんは40歳でした。中村梅雀さんと元妻の離婚理由は一体何だったのでしょうか。中村梅雀さんと前妻との離婚理由については、中村梅雀さんが歌舞伎役者として真剣に向き合う時期で、役者に命を懸けるためだったと言われています。もし仮に中村梅雀さんと前妻の出会う時期がもう少し遅かったとするならば、もしかすると離婚することもなかったのかもしれません。中村梅雀さんは2006年9月21日に女優の瀬川久子さんとご結婚されました。当時、中村梅雀さんは50歳で、瀬川久子さんの年齢は25歳の時でした。25歳差の年の差カップルとのことで、世間を賑わせました。瀬川久子さんは兵庫県出身の女優ですが、テレビドラマや映画にはあまり出演されておらず、舞台を中心に活動されているとのことで、あまり馴染みのない方が多そうです。瀬川久子さんは、1981年2月1日生まれの、2023年2月現在は42歳になります。中村梅雀さんと瀬川久子さんとの馴れ初めは、どういうものだったのでしょうか。中村梅雀さんと瀬川久子さんは2002年、瀬川久子さんが当時、22歳の時に劇団前進座の養成所に入ったことがきっかけになりました。そこで瀬川久子さんは中村梅雀さんの舞台の付き人兼出演者のような活動をされていたとのことです。そんな先輩後輩のような間柄でしたが、瀬川久子さんが付き人を離れることになった際に、中村梅雀さんから、そういえば飲みに行ったことないねと誘い、食事会の席で何でもかんでも話し合える、ぶっちゃけトークで居心地もよく、二人は意気投合したといいます。それからすぐに二人は同棲を始めることになりました。当時のことを中村梅雀さんは次のように振り返っています。最高の人に出会った、50年生きてきてやっと心の居場所が見つかったと心から喜んでいたそうですね。そしてその後二人はめでたく結婚されることになりました。中村梅雀さんには二人の子供がいます。一人目は先ほど紹介した前妻との間に生まれた娘さんで、もう一人は現在の奥様との間に授かりました。2015年8月に誕生し、結婚してから9年目のことで、こちらも女の子です。娘さんについては生まれたばかりの頃の写真を公開されていましたが、それ以降については公表されていません。2023年6月現在は7歳となっていることもあり、小学生とのことですが、どの学校に通っているのかについての詳細は分かりませんでした。また前妻との間に生まれた娘さんは、久子ちゃんならいいんじゃないと再婚への背中を押してくれたのだといいます。中村梅雀さんと瀬川久子さんは2008年には夫婦揃って旅番組で共演するなど、その仲良しぶりは健在でした。中村梅雀さんと瀬川久子さんは2020年には結婚14周年を迎え、今でもとても仲良しで夫婦円満な家庭を築いているとのことです。中村梅雀さんの過去の発言から、喉が渇いたと思うとさっとお茶を差し出してくれるところに感心したと言っていることから、本当に二人が出会うことは必然だったのでしょうね。いろいろ調べていくと、ネット上では中村梅雀さんの家系図について気になっているファンが多いことがわかります。それもそのはずで、中村梅雀さんの家系は歌舞伎役者の家系です。中村梅雀さんの父親は4代目中村梅之助さんで、母親は照子さんと言います。さらに中村梅雀という名前は、前述の通り曽祖父から襲名したものになります。テレビや舞台に大忙しですが、
健康のために気をつけていることはあるのでしょうか。役者の仕事は朝早くから撮影があったり、夜遅くまで稽古があったりと、日によって時間帯が全然違う不規則な生活にどうしてもなってしまいます。だから食生活まで不健康にならないよう気をつけているそうです。朝は野菜たくさんのスープとオリーブオイルを塗ったパンは絶対に欠かさないそうです。昼はロケ弁が多いので脂っこいものは避けて、お米もほとんど食べないようにしているそうです。夜もお米を控えるようにしているそうです。そのおかげで以前に比べ健康診断の数値も良くなり、体重も減らすことができたんだそうです。中村梅若さんは、ご飯を食べると確実に身についてしまうので、ご飯を極力控え、食べてもお茶碗に半分にするといった工夫が必要だと思い実践しているそうです。飲む量は、以前はまずはビールをジョッキ1杯飲んでからワインを1本開けて、仕上げにスコッチを5、6杯飲むというのが日課だったそうですが、病気を経験してからその日に飲むお酒の種類を一つに決めて、ワインならボトル半分、日本酒なら2合、スコッチなら2杯までと決めているそうです。先ほど病気の話も出ましたが、2012年に虚血による言語障害と意識障害を発症しています。おかしいと思ったのは、その当時出演していた舞台の初日だったそうです。稽古の時から完璧に覚えていたセリフが、初日の第一幕の終わりあたりから全く出てこなかったそうです。その日の反省会でもう一度セリフを確認しようと台本を開いたところ、役名からセリフまで初めて台本を見たような感覚になったのだと言います。一晩寝たら大丈夫かと思いましたが、翌朝メールを送ろうと思っても文字変換ができない。これはおかしいと思って病院に行きました。 MRI で頭の状態を見ても特におかしいところはありませんでしたが、先生から指摘されたのは血液がドロドロになっていることだったそうです。舞台では内容によっては血圧が上がったり下がったりしていたとのことです。加えて初日に前日に壮行会を兼ねてスタッフと焼肉に行って目いっぱい食べて飲んだので、血液がドロドロになったということでした。それ以来食事に気をつけているそうです。いかがだったでしょうか。今回は中村梅若さんのこれまでの経歴と結婚生活について深掘りしてきました。現在の中村梅若さんの目標は何なのでしょうか。それを尋ねてみると、子供が20歳になるまでは元気に仕事を続けていくことだそうです。また中村梅若さんが85歳になった時に子供と一緒にライブハウスでライブを開催するのが夢なのだそうです。そのためにもこれからも元気でい続けなければならない、そして普段から健康に気をつけていかなければならないと語っていました。パワーみなぎる中村梅若さんのこれからの活躍も期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。